かにやっぱり素晴らしい授業を受けても伸びない伸びないんですよ。だからまあ授業にものすごいお金と時間をつぎ込んでると。でこれができるようになるだけでブワーンと上がるからですよ。そうで始まりましたもっちチャンネル。さあ今回はですね、自分で勉強しなきゃできるようにはならないっていうのをですね、まあ、口を酸っぱくして、はい、言おうと思います。はい、まあ今日はね武田塾ね先沼校で受験相談してきたんですけど、まあいろんな人と話をして本当にいろんなことが分かって、まあ、勉強になったなって思います。やっぱり一人一人のね持つ悩みだったりとか勉強に対するこう不安とかさ、どういう風にしたらいいんだろうっていうのは、まあ、いつ聞いてもですね、ああなるほどそうか、そういうやっぱり辛さあるよねとか、まあ、知ってはいたけどやっぱり生の一人一人の声をこう面と向かって聞くと違うわけですよ。だからほら今までね予備校にいて講師室にいてこういろんなね生徒がやってきて聞くっていうのはあったけど、それでもすごい長い時間聞くことないわけで、やっぱ1時間とか90分かみんな話を聞いていくとたくさんわかるんで、このバックグラウンドだったり何だりもわかるので、自分自身すごいためになった。でやっぱり言えることは、自分がやらなきゃ伸びないよってこれも言い続けてますよね。言い続けてるんですけど、やはりすごく実感しました。まずその大学受験までのこうレールが見えないっていう人が多いわけです。もう本当にやっぱり多くの人は暗闇の中手探りでこう言ってる。まあ参考書ルートとかっていう言葉があると思いますが、まああれは本当によくできた名前だなと思いますね。まさにそこの道筋っていうのが見えなくて悩んでる苦しんでるっていう人が多いってことはよくわかりました。でそこでやはり実感したのはやることですよ。自分がね、自分が勉強してる時間が少ないっていう状況になっちゃってる。まあもちろんそのね、まあ、素晴らしい授業を受けるっていうのは、僕は授業全然否定する気なんか全くないし、自分もやってるしね、あるんだけど、いかにやっぱり素晴らしい授業を受けても伸びない人伸びないんですよ。その先生のやってる授業を聞いて、まあ再現できるんだったらねまだいいんですよ。その説明と同じように自分も考えることができて問題に当たって再現できるんだったら、もうそれはいいことだと思いますけど、やっぱその授業を受けてるときはすごい分かりやすいって思うし、ああなるほどめちゃくちゃ楽しい面白いってなるけど、でいざやってみたんです、問題でも全然解けないんですっていう悩みが来たわけですよ。だからまあ授業にものすごいお金と時間をつぎ込んでると、まあもう相当な額と相当な時間ですよ。でも、まあ、いわゆるねネクステとかヴィンテージとかスクランブルとかああいう問題が全然解けないと、全く解けるようにならないんです。そのね塾ではできるようになるって言われたんですよ。もうここまでね授業を取ってやればもうマーチなんか余裕で受かるレベルだからって言われてるのに、問題になったら全然解けないんですけど、そうだよっていうは言ったわけですよね。もし本当にマーチのレベルになってんだったらそんなねネクステぐらい解けるわけです。でもそのレベルに達してないってことは、やっぱ結局自分がやってないからだ。だからできないのはそれまだ授業が足りないからだよって言って授業を増やしてしまう。あここはできてない、じゃあもっと下のレベルをってなっちゃうし、ここでまだできない、じゃあもっと上のレベルをってなっちゃったりとか、やっぱどん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 ね増えていくだけ違うでしょっていうね、もっと早くやんなきゃいけないんだって言って、もっと週に何コマもとかっていう風に悪い方向に行っちゃってるわけじゃないですか。だからねダメなんですよ。自分でできなきゃいけないですからね。自分で再現できなきゃいけない、じゃないと伸びないです。じゃないと成績は上がらないです。今日なんかまあ6月だから、まだ本当ね気づいてくれてよかったなと思って。やっぱ盲目的にただただ授業を受けてれば成績が上がると、これで足りますかとか、これで間に合いますかとかっていうコメントまだ見るじゃないですか。だから足りますかとか間に合いますかって、むちゃくちゃな表現なんですよ。授業を見て足りるとか間に合うとかはないわけです。それを自分ができるようになるかなんで、結局は。それが大事です。まあ、すごい面白い。楽しい、知識いっぱい、役立った、で終わりにしちゃダメですね。それを今度は自分でできるように、でさらにそれを初見の問題に応用できるようにするっていうの、これが大事なんですよ。でそれはだから予備校講師やっ てすごく痛感してて、だって同じ授業をさみんな受けてるのにさ、ブワーンって合格してくるやつもいれば、全く箸にも棒にもかからない子もいるわけなんですよ。
って一流講師陣の並びだからさ。でも全部受かりましたってこうやって持ってくる子もいれば、全然ダメでしたっていう子も来るわけですよ、ね。まあまあもちろんそのね、次第の合格者絞り込みとかっていうのがあったりして、やっぱ受かりにくくなってるっていうのはわかるんですが、それでもやっぱりね、ちゃんとやってないよそれ、一生懸命ね、どの授業を取ろうかなとかね、そうじゃないと、そこじゃないと。だからこれも予備校側にはごめんなさいだけど、なんか講習会を進めたりとかしないし、宣伝してくださいって言われるけど一回もしてないです。それはずっと思ってたからです。そうじゃない、そこじゃない、ちゃんと自分でやることが大事だよっていうふうに思ってたからです。でもだから両方言えないじゃん、やっぱり予備校側にも良くないからさ、授業取らないでどれだけやるかが大事だよとかって言えないし、当たり前だけど授業の中で取らなくていいからとかも言えないし、だから取りなさいも言わないし、取らなくていいも言わなかったんですよ。ペースメーカーとかにはなるかもねとかっていうぐらいしか言えなくて、やっぱ自分が取りすぎてそれで全然伸びなかったという経験があるので、はい、やんなきゃだ、自分がやらなきゃダメです。だ、参考書だって、参考書やって、それで何周もしました、バッチリ答え出せるようになりました、でも初見の問題だったら全く解けません、これ同じことですね。ただただ問題の答えを覚えてる、その問題にしか対応できない、自分でちゃんとね説明できるようになってないから、それじゃダメだよって言ったわけで、前にね動画で出してますけど、その自分でちゃんとこっち側が質問したのに対して答えられるようになってなきゃいけないよっていう風に言ったわけです。まああれ出した時は文法問題だったんで、でその文法問題で、まあ、当然その参考書やってるから答えられるわけですね。正解はこれですって。で、じゃあなんでそれが正解なのって言ったら、やっぱり理由がトンチンカンだったりとか、めちゃくちゃだったりとか、まあ要所要所、要所要所、その解説のところを覚えてるだけで自分の言葉では説明できないレベルとかっていう状況になってたわけですね。じゃあそれじゃダメなんですよ。ちゃんと回答のプロセスを再現できなきゃいけない。で、回答のプロセスが再現できれば、他の問題が出てきた時に同じように解くことができるわけですね。英語の文法問題でもですよ。それが大事なんですよ。ただ授業だけだとどうしてもそれに行かないわけです。まあもちろんあの授業によってはね、こう質問してくれて先生がね、でそれでそれに答えてっていうやつ。まあちょっと集団授業だとね、まあ発問はあるけど全部をやるのはなかなか難しいとは思うんですね。細かくやるとかっていうのは難しいんですけど、なんでこれなの？言ってっていうのはね、個別とかだったらね多分できたりはすると思うんですけど、それができるようになってないと対応できない。でこれができるようになるだけでブワーンと上がるからね、成績に。いっぱいいますよそれでできるようになった。だから誰かに説明できるようにしなさいって教えてる先生もいますね、実際に。その集団授業でも言ってる人がいます。ちゃんと私が今こうやって説明しました、だからあなたも他の人に同じように説明できるようになってなさいとかっていう人がいますよ。でその説明をするときに、まあ僕はねその間違いの選択肢に関してもその動画でやったら、いや間違いの選択肢なんか知らなくていいでしょうとか、でなんでダメかなんて分かんなくていいでしょう、なぜそれが入るのかだけ知っときゃいいでしょうって、まあまあまあその問題に関してはね、その問題に関してだったらその正解の選択肢の理由さえ分かればいいです。でも他の問題が出てきた場合に、そのダメだった理由が役立つことっていっぱいありますからね。なんでここにそれが入らないのか、それはこれが理由ですっていうこの考え方が他の問題でも生きてくるっていうのは山ほどあるから、まあ、特にまあネクセルとかさ、ああいう系統って、まあ、品質のものが並んでるわけですから、それができるようになっておくと役立つっていっぱいあるし、まああとはね、まあ、まさに正誤問題なんかある人ね、これはこうだからダメって知っておけばその正誤問題では同じ理由で正解にたどり着けるからね。だからその問題1個だけだったら不正解の選択肢を絶対言えるようにしろなんとは思わないですよ。思わないけど、他の問題に応用するときに役立つんですよ。そんな不正解なんか知らなくてっていいじゃん、正解がこれだって言えりゃいいんじゃんってね。まあそういえば昔資料教科にもそんなこと言われた気がするけど4択じゃなくてもう自分で書いて、もうこれだ、正解のものだけ覚えればいいじゃんとかって言ってた。まあ確かに英語力っていう面ではそうかもしれないですね。だからその入試問題を解くっていうものとしてそれができるといいですよ。なんでそうやってやることをおすすめします。そうだ、自分で説明できるように他人に、でその時に正解の理由をきちんと説明できる、で不正解のものも、まあ、できればですね、全部の問題とは言わないけど説明できるようにしておくと、それによって応用が効くんだよって言ってるんです。でこれできるとですね、後々ねいろんなことでいいですよ。大学入った時にまず論理的に説明できる人って超有利だって。この記述のさ、いろんな試験あったりするわけですけど、そこで論理的にできない人いっぱいいる。でもこういう論理的なね考え方を持ってる人っていうのは、それをこう字に変えていくんですよ。そうすると、あ、うん、論理的だねって言っていい点取れたりするし、同じように発表もそうですね、プレゼンだってそうです。論理的にこう言える人は、うん、そうだね、納得っ
ていう風になっていい成績取れたりするわけですよ。だから自分自身はね得意だったんで、だからプレゼンがあるやつでは全部 A ですよ。本当に A だったから、それはやっぱり自分がそういった勉強をしたからだと思ってます。まあ小論文やってたっていうのもあるかもしれないですけど、それが大きかった。で、なんて言ったってアルバイトした時めちゃめちゃ楽じゃないですか。先生業をやるなんつったらもうめちゃめちゃ楽です。この論理的に説明することって超大事ですからね。それできる先生、わーってなるじゃないですか。この選択肢がダメの理由はこうだとかって論理的に説明できたら、おーですよ。そして仕事をね始めて就職してやった時に、論理的に物事を説明できる人は何の仕事をやっても得をします。逆に論理的に説明できない人の方が圧倒的にこの世の中多いんです。だからこういった勉強をして将来に役立ててください。そう、自分でできるようにしないと成績わからない。そして自分でできるようになったらいろんなことで将来得しますから、だからぜひ頑張ってください。ただただ鵜呑みにして、なるほどわかったとか、よし答え覚えたじゃなくて、自分で答えを出せるように頑張ってください。はい、応援しております皆様。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.